えー、こんにちはヤニックですいつも YouTube をご覧になっていただき、いただき <laughs>、えー、ご覧いただきか、ご覧いただきありがとうございます。えー、今回はですね、僕のブログの方によくいただく質問を、まあ、動画を作って回答していこうかなということでお話ししていくんですけども、僕がハワイに個人旅行ばかりしてるので、 まあ個人旅行がしてみたいと。まあ、今までパック旅行、安心、安全、お手軽なパック旅行ばかりだったけど、まあ、僕のブログとか見てたら、まあ個人旅行をしてみたくなったと。ただ、手配方法が分かんないから教えてほしいっていうメールが、割とちょこちょこ来るようになって、まあ、いちいちメールを返すのがちょっとめんどくさくなってきたので、まあ、だったら解説動画を作っちゃおうかなと思って、今こうして作っております。えー、なので、今から1つずつ。お お話ししていこうと思ってるくんですが、ハワイ個人旅行手配方法ということで、まあ、出発前に日本,で準備日本で準備することは4つになるかなと思います。あ,あとですね、今から解説することは別にこれが正解だよというつもりはありません。あの僕が普段こういうふうにやってるよってことを、まあ、お話しするだけのものなので、うん、まあ別に。 自分なりにアレンジしていただいてもいいですしね、僕がこういうふうにやってるよっていうのをただお話しするっていう形でお届けしていこうと思います。ちょっと話がずれましたが、出発前に日本で準備するのは航空券の予約、まあ、手配、これ必須ですね。あとはホテルの予約必須。まあ、僕はホテルではなくフォンドミニアムですけどね、えー。あとは旅行保険の加入、これも後で解説しますが必須です。あとタクシーの手配、これは任意ですね。うん、僕はしないんですけども、一応まあ不安な方もいるかも 知れないので手配の方法も一応解説しようかなと思っておりますでですね、この動画はですね、一応パック旅行でも必要な準備は割愛しますということで、まあ、例えば、あ、しまった。あ、ごめんなさい。もう一個ありました。エスタの手配がありましたね。っていう、えー、まあ、見切り発車で動画撮ってるんで、こういうことが起こっちゃうんですけども、あとすみません。エスタの手配も必要ですと。 うんで,でまあ注意点としてはパック旅行でも必要な準備は割愛しますと書いてある通り例えば、えー、パスポートを準備しましょうですとか、まあ、スーツケースがないんだったらスーツケースはこれぐらいのものが必要ですよとかそういうことはいちいち説明してるとですねキリがないもんですからあとまあ持ってく荷物はこういうものがありますよとかねまあそれはでも別の動画で作ってると思うから見てもらえばいいかもしれないんですけども。 えーまあ、そういったパック旅行でも必要な準備っていうことに関しては、えー、今回は割愛をいたします個人手配で必要なものですね必要な準備という観点でお話していこうと思いますそれではまあ一番上の航空券の予約から1つずつ解説していこうと思いますでまず航空券の手配ですが僕はこのスカイスキャナーという えー、サイトを利用していますよく僕の友人に出張で海外によく行く人間がいてですねその子に「まあ、どうやって航空券手配してんの?」って聞いたスカイスキャナーが便利だよ」っていうことを聞いてから、えー、それ以来僕はずっとこれを使っています。まあ、他にももしかしかたら安,安い 航空券を提示ししてくれれるるサイトとかあるかあもしれないんですけど僕の中でこのあんまり最安,の最安をひたすら追い求めるってことはあんまやらないもんですからまあそこそこの値段だったらいいかなっていうのであるので、まあ、僕の方法論方法論っていうかまあ方法はそう一番安くお得にいけるよっていう方法じゃないかもしれないけどまあ割と楽だよっていう方法ですね <laughs> っていうようなところでやってますのでまあお話ししていきますけども。 スカイスキャナーというサイトに行ったら、ここに、まあね、空港と入れて、まあ、日付を入れるだけですね。まあ、僕は名古屋なので、名古屋からなんですけども、まあ、別に関西だとか、福岡だとか、東京、羽田とかでも何でもいいですけどね、入れていただいて、まあ、日付、出発日の日付、まあ、いつでもいいんですけど、まあ、じゃあ今年の12月に行こうかと。で、12月5日って入れますよね。で、じゃあ、12月5日から3週間。 行っちゃおうかということで3週間ですから123の26までじゃあ行ってみようってした時にこう条件を入れて検索するだけですねそしたらこう出てきますから条件に合うのが出てきますああ JAL だとまあ22だと27万ぐらいかちょっと高いなっていうんだったら日付をずらしてみるとかねまあ日付に余裕があるんであればちょっと日付をずらして ちょっとずらすだけでも割と数万変わってきますからね。もう一回再検索してみるかみたいな23万は変わりますねうまくヒットすればうんしかし JAL しか出てこないな普段はデルタとかも出てくるんですけどねうんやっぱ日付を1日ずらすだけでさっきよりちょっと安いですね 1> 1万円ぐらい安くななったかなちょっと日付が早すぎるかなあんまり早すぎると出てこない場合がありますからねああやっぱ年をまたぐと安いですね11万円ぐらいになってくるんで僕は大体1月に行くんで1月って安いんですよね航空券があとね5月のゴールデンウィーク明けぐらいも安かったりしますねゴールデンウィーク明け見てみようかな ゴールデンウィーク明けがいつ頃かちょっとわかんうん、まあ9ぐらいだったらけてるかな。5月の9にして、9から、1、2、3週間あ,あ、やっぱ日付が近いとデルタ出てきますね。別にジャルでもデルタでもどっちもいいと思いますけども。 あの初めてだハワイ行くんだったら JAL の方がいいかもしれないですね JAL の方が丁寧ですからああやっぱりゴールデンウィークは安いですよね10万円ぐらいだったらなかなかいい値段じゃんじゃないかなと思いますというようにですね自分の行きたい日付を入れてあとは前後左右するとある程度 値段も変わってくるんで、その中で自分の中でこう折り合いのつく値段を見つけて、あとはまあ乗りたい航空会社ですよね。まあやっぱ JAL の方が安心だから JAL の方がいいなと思ったら JAL でここから詳細を見ると。いうと、まあいろいろ出てるんで、GoToGate。ただうあんまりなんか良くなさそうだな。っていうのは言っちゃいけないのか。えー、こういういろ、えー、んなサイト出てくるので、ここから 飛んでしょ、えーと予約しますまあジャランとか金通とかありますけど僕はだいたい楽天で予約をしています今回楽天乗ってないんだよな楽天だいたいね上位だいたい5社ぐらいに入ってくるんですけどいつもで割と安いんですけど今回乗ってこないななんでだろう なんで楽天で予約するかというとですね、僕はその楽天ポイントが結構たくさんたまるもんですから、楽天ポイントを使うと、まあ、いくらか安くなるので、楽天のを使ってるってだけですね。別に特にそれ以外理由がありません。別に HIS でも JTB でも、まあ、よくわかんない、こういう聞いたことないところでもいいかもしれないですけど、まあ、ただ日本語の問い合わせ窓口なしって書いてあるので、やっぱりやるんだったら、 まあ JTB とか、こういう聞いたことあるところでやる方がいいかもしれないですね。まあちょっと高くなりますけどね。まあその辺は安心を買うっていう感じになっちゃいますかね。うん。で、まあ例えばじゃあ HIS やろうかって言ったら、こう次へっつってやるだけですね。で、あとは内容に間違いないか確認をして、まあこの HIS の今ホームページに飛んでますんで、この HIS のホームページ上で正規の予約を行うということになります。で、ポイントとしというか注意点としては、 行きですね。行きは時差がありますんで5月9日に出発したら夜に出発するんですけど着くのはまた5月9日なんですよ、ね、だからこれ間違えてこれを勘違いしてると5月10日にホテルを予約しがちなんですけどもホテルは5月9日から予約しないと当日着いた日のホテルがなくなっちゃうので必ずここを確認してください。 5月9日に飛んで10時、夜10時に飛ぶけど、時差の関係で、同じ日の、なぜか朝に着いちゃうっていう、なんか時間が逆,逆戻りする気持ち悪い現象が起きますけどね。<laughs> 過去に戻るんですけどね、飛行機に乗ってる間に。いつも乗ってる時に、あ、これ、俺は過去に,に向かって飛んでんだなーって、くだらないこと考えながら乗ってたりしますけども、も <laughs> まあ、それは余談ですけども。<laughs> まあまあ、そういうことがあるので、ホテルの予約は、じゃあ5月9日から。 じゃないいいいいとまずずっててうのを必ず確認しておいてくださいねホテルの予約は5月9日にチェックインして5月30にチェックアウトするという形でえっ、ー、と予約しないといけないんでこれは一応メモっておきましょう。なんかメモに僕も今ちょっとここをメモっておきます。5月の9日の、えー、10時半について5月の30の12時10分に、えー 出発するという形でじゃあこれで正規の予約をしたという形で HIS で予約すれば別に ACS 予約でもいいですけども今回 HIS ですけどもまあお好きな旅行会社で予約すればいいんじゃないかなと思いますで続いてホテルというかコンドミニアムの予約ですねまあ普通のホテルであれば先ほどの HIS とか楽天とかでねホテルだけ予約できますから まあそういったところでホテルを予約すればいいとは思うんですけどコンドミニアムはどこで予約すればいいんだって話ですね。で僕はもう今現在ではもう現地の管理会社と直接メールでやり取りして予約してるもんですから実際とは変わってるんですけども一番最初のね一番初め個人手配でコンドミニアムを予約した時どこを利用したかっていうと もう結構これ何でも前なんですけど一番最初はこのハワイロングステイサポートクラブさんっていうところでお世話になりましたここはとても丁寧ででしてねあの仲介してくれるんですよねこの五島岡田さんっていう方からメールでやり取りしたりとかできるし電話もできたような気がするんだけど非常に丁寧な方でこの方がメールの内容も丁寧でわからないことを聞けばすぐ答えてくれるしえー、っとこういった 番号とかもありますからね。日本語でもちろん問い合わせできる番号もありますから一番最初はここをでお願いしましたで一番最初でここでお願いしてで何でしょうで現地のここはあくまで仲介してるだけなんで現地の担当っていうか現地での不動産会社の人もいるんで,でその現地の不動産会社の人に、えー、来年からは直接予約とかって できますかって聞いたら別に全然大丈夫ですよっていうもんですからメールでも大丈夫ですかっていうもんですからで聞いたらメールでも全然大丈夫ですっていうことなんでまあその方も日本人ですからねでそれ以降は直接現地のうんと管理会社の方とやり取り直接やってるんでまあ直接やる分 仲介料がなないのかなと思ってやっててやるんですけども <laughs> まあ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 一番最初はねそういった現地の管理会社って言ってもハワイのど,どこの誰に電話すべきかなんて全く分かんないですから最初はこういった仲介の方を通した方が間違いないんじゃないかな仲介を通してるってことはしっかりした業者を紹介してくれると思うので、うん、このハワイロングステイサポートクラブさんってところで、えー、いろいろ物件が紹介されてます。 で僕はいつもワイキキバニアンなんですけども、まあ、じゃあワイキキバニアンね、まあ、最初泊まってみたいなと思ったらワイキキバニアン見てああいいなと <laughs> でまあお見積もりはこちらってところで、まあ、見積もり依頼をかけてであとはこの岡田さんっていう方と直接やり取りをしてじゃあその条件で予約させてくださいっていう流れで。 うーんと行けばいいと思うので別にそんなに難しいものではありません電話も使えますしねなのでコンドミニアムを使うんであればこちらのサイトをから経由して、えー、予約するのが一番いいんじゃないかなもちろん他にもね仲介してる会社はたくさんありますよあるんですけども、まあ、僕が使ったことのはここしかないもんですから <laughs> で長期滞在ってなってますけども多分1週間単位ぐらいでも コンドミニアム予約できるんじゃないかなと思います。まあその辺は電話してみて、まあ、確認してみればね1週間でもできますよって言えばじゃあ1週間でもいいじゃないですか。いいですよね。全然いいと思います。あのー、コンドミニアム広くて快適ですから僕は個人旅行行くんだったら絶対ハワイはホテルもいいだろうけどコンドミニアムをしたいなっていう立場の人間なので。 仲介さんを使って、仲介業者を使って、まあ、ホテルは予約してみてください。で先ほども言った通り、航空券の、ね、日付だけ、あのー、時ザがありますから、そこだけ注意して予約するようにしてあげてください。で続いてはエスタの申請ですね。エスタはまあ、自分でもできますし、旅行会社に頼めば手数料払えばやってくれるんで、まあ、めんどくさいわっていう人は、 旅行会社でやってもらってもいいんでしょうけど別に簡単にできますからねエスタの申請は日本語でできますからまあ日本手数料を貼れたくないっていう方はここで自分でやっちゃってもいいんじゃないかなと思います僕は自分でやりますでこのこちらのエスタの申請のサイトに入ってですねあとは日本語すべて日本語ですからねここで言語変えれますから日本語にしてしまえばちょっと変な日本語だったりするときありますけどもこうやって新規の申請って押して 個人による申請とかっ押してどん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 この指示通り進めていくだけなんでで最後はクレジットカードの番号を入力したら申請料っていうのは引き落とされますので特に難しいことはありません、えー、どうしても困ったら Google ですた、えー、申請方法とかで検索すればですねまあこういった 詳しく解説しているサイトっていっぱい出てくると思いますので、ね、こうやって丁寧に解説してくれてるサイトいっぱいありますからこういうのを参考にすれば別にそんな難しくは全くないですただ個人情報を入力し流れとしては個人情報を入力してえー、あとは何入力だったかな <laughs> でも個人情報だけだよな うん、あと渡航情報か、うん。ホテルは決まってればホテル、ワイキキバニアンとか入れたりとかしてね。で、こういった番号とか分かんなかったら、その、さっき言ったハワイロングセサポートの岡田さんに聞いてもいいですし、ワイキキバニアンの公式ホームページに行けば載ってますからね。っていうので、申請が簡単に。 行えますはいまあでもどうしても不安だっていう方はですね、まあ、旅行会社に手数料を払ってやってもらってもいいんじゃないかなとは思います取れてるかどうかはやっぱ不安なとこってありますからね一応確認はできるんですけどねここで申請状況の確認っていうのがあって申請番号が最後もらえるんですね申請をすると あとは、ここの情報を打ち込むと申請の検索で、今自分の状況がどういう状況か、申請が許可されて、もうエスタが解れている状況なのかどうかっていうのを確認できるんで、一応不安っていうのはないんですけども、やっぱりどうしても不安だと。自分でやるのは不安で、本当に解れているかどうか分かんないかっていう人は、やっぱり旅行会社にお願いした方がいいと思います。お金っていうのは安心を買うためにあるものだと僕は思っているので、やっぱりね、不安で嫌だになったら、 ちょっと高くてでもですね、旅行会社に、えー、お願いして取ってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思いますでエストは絶対に取って取らないとハワイに入れないですからね、うん、必ず取るようにしてくださいで最後にタクシーの手配ですねタクシーは先ほど見た通り僕は手配しないのですけどもまあどうしても不安だから日本から予約をしておきたい っていう方であればこのチャーリーズタクシーを使うのが非常に便利だと思いますこのチャーリーズタクシーっていうのはどうやって検索して出てくるんだろうこれチャーリーズチャーリーズタクシーチャーリーズタクシーようやく うん、チャーリータクシー予約っていうので検索すれば出てきますね。うん。チャーリータクシー予約。で、ここね、ワイキキ定額料金タクシーじゃなくて、こっちら、空港送迎定額料金ですね。チャーリーズのいいと何かっていうと、定額なんですよね。だいたい空港からワイキキバニアンまで行くとすると50ドルかかるので、込み込みで。えっ、ー、と、 チップとか全部込みで、それが29ドルプラスチップでだいたい35ドルぐらいかかるかな35ドルでいけるんで15ドルぐらい安い,安いんですよチャーリーズの方がなのでまあ料金的な面でもチャーリーズってお得ですからうんあのー、チャーリーズ予約するのが、まあ、個人的にはおすすめですで、予約も日本語でできます予約はこちらからと いうことで、もうここだけ便利ですね。日本語で全部できますね。もう個人情報入れるだけですね。<laughs> 希望するサービスなんだああ、空港からのね、片道とかね。うん。で、予約するだけです。じゃあ実際、じゃあ予約したらどうすればいいかっていうことですよね。予約はしたけど、じゃあ現地でどうすればいいんだって話なんですけども、もう俺は不安なんだよ、というところで。で、確かどっかで書いてあるんだよこれだ。 国際線でご同時の服のお客様は税関検査の個人用出口を出た時点でフリーダイヤルへ電話をしてくださいというんで、あの国際線での出口、いわゆるホノルル空港の出口って2個ありまして、1番と2番っていうのがあるんですけど、1番は団体用の出口です。これはパックツアーで出るところ。今まで、おそらくこれを見てる皆様が出ているのが1番の出口だったと思うんですけど、それとは全く逆の方向。 パックは左側なんですが、個人力は右側でから出ます。芸能人が出る方ですね。よく、あのー、正月とか、芸能レポーターとかが群がる場所。あっちが2番なんですけども、2番から出ると、すぐ左に、えー、電話ボックス電。電話機があります。そこから電話しようと。電話せよということを言ってるんですね。この番号に。 うん、税関検査の外の講習電話から無料でかけられますと。うん。もう番号打てばかけられるんで。で、かけると日本人のオペレーターが出ます。もし出なかったらジャパニーズプリーズと言えば出てくれます。か、日本語喋れば、日本語喋ってくれます。あの、チャーリーズのオペレーターは日本語ペラペラなので、あの、安心してください。<laughs> あの、日本語がつか通じますんで、で、日本語でかけ,かけて予約したまるまるですと。 到着したんですけどどうすればいいですかって言えばあとは誘導してくれますからじゃあどこどこに行ってくださいというふうに誘導してくれるんですね、えー、道を渡った中央分離帯にある緑のブースの近くでお待ちくださいほんでオペレートがご案内しますとって言っても意味わかんないと思うけどもまあオペレーターの話を聞けば多分わかりますでどうしてもわかんなかったら僕の動画が出てるので僕の動画で出してるこの初めてハワイ空港からホテル移動方法 ってていいう動画を見ていただければ空港の様子個人出口から出た時の空港の様子っていうのを映してありますので大体こんな感じかというのが分かると思いますこれを見ていただければなんとなく感じわかるんじゃないかなと思いますまあよかったら合わせてご覧ください この辺に電話機があるんですけどね、ちょっと奥の方に、この辺だったかな、まあ、ちょっと話がずれましたけどもで、チャーリーズさえ予約しておけば、当日、空港から、えー、にハワイに到着して、どうしたらいいんだっていうことにはならないので、まあ、別にこっち見ていただければ、通常のタクシーの乗り方っていうのも解説してるので、よかったらこっちも合わせて見てくださいね。えー という感じかな。予約しておけば大丈夫。だと思います。ただまあ一応、注意点はあるので、注意点は読んでてくださいね。なんか荷物はスーツケース1個と機内持ち込み1個までとかっていろいろ決まってますから、その辺は、で、チップも一応必要です。で、チップ込みだと35ぐらいでいいと思います。僕35払ってると思うんで、いつも。うん、29に対しての、 35だからだいたい2 9るうんだいたい15%を入れると33.3で消費税を加えるとだいたい35ぐらいになるので35を渡してあげればまあ問題ないんじゃないかなと思いますでこういったチャーリーズっていうのも日本で予約していけば安心して。 ホテルに着くことができますということでまあ今紹介した方法でホテルの予約航空券の予約エスタの予約あすいません忘れてましたまだあれがありましたね保険保険の解説しますで保険は一応任意ではあるんですが僕はハワイは必須だと思って います必須の理由はここに書いたんですけどもハワイで子供が骨折これ僕のブログですけどもハワイで子,子供が骨折請求された医療費は海外旅行保険が必須だと感じた話これ実際ハワイにお住まい住まわれている方から日本人の方から聞いた話驚愕の話だったんですがまあその遊びに来たと日本から友人が子供を連れてちっちゃい子供を連れてね ちっちゃい子供ですから、キャッキャと走り回ってるうちに腕を折ってしまったらしいんですね。で、まあ、骨折の処置をしたら、なんと請求された金額が500万円近くかかったと。当然、保険入ってたんでしょっていう話だったんですが、入ってなかったということで <laughs>、とんでもないことが起きたっていう話を僕は聞いたことがあるんですけども、高いんですよ、アメリカの医療費っていうのはもうバカみたいに高くて。 レンントゲン取るだけで1回30万とか40万とかかかるって言ってましたねその方はで医療費が480万骨折に治療にかかったかかるだけで480万ですからねもう日本とは2桁違いますからねでクレジットカード付帯の旅行保険っていうのもありますけども大体200万前後なんですよねものによって違いますけども200万とか300万とかなのでまあとても足りないですね まあ骨折で500万円で500円すから例えば何か盲腸で入院とかしちゃったりとかしたらとんでもない金額を請求されるとか、まあ、交通事故に遭って入院したらとんでもない金額を中、えー、請求されるとかってありますので僕の中では必須だと思っておりますまあそれでも必要ないわっていう人にはまあそこは自己責任に言ってもらえばいいと思うんですけども僕は長期滞在ではあればあるほど絶対必要なんじゃないかなと思っておりますで保険に関してはですねまあいろんなさ 会社が出しているので別にここがいいよということはここでは申し上げません僕は HIS でお願いしてるんですけども別にそこは安いからというわけでもなくただまあ別についでついででやってるだけなんで特に理由はないんですけどもでポイントとしてはこの治療救援費用っていうところですね治療救援費用何かって言ったら責任期間中の事故による怪我が原因で治療を受けた場合 責任あとはあとは主責任期間中に発病した病気。まあ、要は病気とけがの治療費がまあ、このプランだと5000万なんですけど僕はアメリカに行くのであれば最低5000万ぐらいはいるんじゃないかなと思います。僕は無制限かけてますけども5000万か1億ぐらいあればまけ、あ、がしても安心だと思います。1000万じゃ足りないと思います。 なのでまあこの治療費用治療救援費用が5000万以上のものの保険に入るのがいいんじゃないかなと思いますね僕は無制限入ってますあの嫌なんで <laughs> あのもう目が飛び出るほど高い治療費請求されて頭が真っ白になりたくないのでうんここは安心を買うっていう感覚ですね まあもちろん高くなりますけどその分保険料はそれは仕方がないことだと思いますその分安心して遊びますからハワイって意外と危ないですからね海の中サンゴとかいたりとかして結構あのサンゴって毒持ってますから切るだけでなんか可能をしたいとかっていうの話も聞きますし意外とねやっぱ暖かいですからアクティブに動いてアクティビティとかもありますからね骨折しちゃうとか怪我しちゃうとかっていうのも当然ありますから まあ入ってた方がいいいいんじゃないかなかと思います、ね、でポイントとしてはこの治療救援費用っていうのが最低5,000万まあ1億無制限あたりがいいんじゃないかなと僕は思っておりますそれ以外に関しては僕は特にこだわっておりません障害死亡とか障害後遺症っていうのもありますけどねまあ一番は医療費ですからやっぱ高いのは あとは、まあ、大、うーん、おまけみたいなもんかな。個人賠償責任も重要かな。うーん、でもやっぱり1万ここですね。ここが最低5000万以上のものに入るようにしています。で、会社は特にここっていうのは決めておりません。まあ、ネットで探しやすいとか入っていただいてもいいかもしれないですしね。ただ僕はある程度大手の方、買った方が、まあ安心かなっていうだけですね。実際請求するときに。うーん、っていうだけの話です。 で続いて出発当日持参するものですね。まあ何度も言いますが、パック旅行でも必要な準備はここでは割愛します。あのお金とかね、パスポートとか当たり前に持っていくものっていうのは、まあここではいちいちお話はしません。僕が持っていくものですね。で、まずは航空券の予約を確認するための E チケットですね。予約じゃなくて E チケットかな。 そしてホテルのバウチャー。バウチャーってのは、うん、予約表みたいなもんです。まあ予約の控えですね。これは管理会社が発行してくれます。で、エスターの控え。エスターを取ったら控えは必ず持っていきます。旅行保険の加入書ですね。まあ、これも持ってかないといけないですからね。じゃあこれも <laughs>、ただこのチケットだとかバウチャーとかエスターの控えって絶対いるかって言ったら正直いらないです。なくても、 ハワイには入れるんですけどもまあ念のためですね何かあった時のためにないと証明するものがないもんですから本当にエッサ取ったのかって言われても何も証明できなかったらその分まで困っちゃいますから必ずこうやって証明できるものは僕は持っていきますまあ持っていきますが使ったことは実はありません <laughs> 念のためですねうん個人旅行なのでやっぱりトラブルがあると自分で解決しなきゃいけないですからそのために 最低限のの準備は必要ということでこでっったものを持っていきますで空港に行けば別にいいチケットを出さなくともパスポートを見せるだけで航空券発行してもらえます例えば JAL で予約者だったら JAL の窓口に行ってそこにいるお姉さんにですね、まあ、パスポートを見せるとそこでピピピッとやってくれてじゃあこれで航空券 で乗りますよみたいな、もう至れり尽くせりで、至れり尽くせりでやってくれますので、特にいいチケットも必要ないですし、あとホテルのバウチャーはですね、まあ一応僕の場合は、当日ハワイに着いたらえこの番号に電話してくださいっていう電話番号が載ってるので、その番号を確認するためにバウチャーっていうのもあるので、ホテルのバウチャーですね、うん。でまあエスタの控えも、まあ、 入国審査で使うかっつったら使わないですけどももし機会だときにですね審査官に出せと言われたときに、まあ、出せるように準備ってことですねっいうものを持っていきますであとは航空券さえ取れていれば飛行機に乗ってハワイまでは行きますでハワイに着いたらどうするかまず入国審査ですね入国審査に関してはこれは別にパック旅行だろうと個人旅行だ,とだろうと変わりはないのでまあやることは一緒ですからね、まあ、周りに日本人もたくさんいますから 同じ飛行機乗ってる日本人はたくさんいますから、まあ、困った時は日本人同士助ければいいんじゃないかなという <laughs>、うん、あと空港の職員もね日本語ちょこっとしゃべれますんでまあそんなに心配しなくても流れについてっていけばいいんじゃないかなと思います、まあ、どうしても不安な方は僕のブログの方にあの、えー、ハワイホノルル空港の入国審査の方法っていう記事も書いてますんでよかったらそちらも合わせて、まあ、見てあげてください そこに詳しく書きましたからね。で、まあ、入国審査を抜けたら、あとはスーツケースを手に入れて、外に出ると。外に出たら、さっきお話した通りですね、電話、受話器のところに行って、まあ、チャーリーズタクシーが予約してあるんであれば、チャーリーズに電話して、で、ホテルにも電話して、今着きましたと。で、僕の場合は着いて、大体今から30分後ぐらいに、ほ あの現地ホテルに着きそうですということを言うと、じゃあそこでお待ちしてますねということで、ワイキキバニアンのフロントで不動産管理会社の方と落ち合うんですけども、じゃあ,まあそれでよろしくお願いしますっていう感じでねで、タクシーに乗って、あとはワイキキバニアン、お役者の方はワイキキバニアンに行って、で、フロントで待ってれば、現地の管理会社の方が来てくれます。日本人ですね、基本的には。来てくれて、じゃあそこでチェックインという形ですね。 あのコンドミニアムとかっていうのはあの通常のホテルと違って、まあ、一応フロントもあるんですけどもフロントを使わない場合が多いですから管理会社が個別に管理してる物件っていうのもあるのであのフロントに行っても予約はないよって言われちゃう可能性があるので必ず予約した管理会社の方にコンタクトを取るっていう形ですね。えー、いきなり ワイキキバニアンのフロントに行ってツカツカと予約した丸○ですけどもと言ってもねあお前誰だって話になっちゃいますので、えー、必ず担当の管理会社の方にコンタクトを取ってそこでチェックインするという形を取りますでまあホテルに着いたらあとはまあ自由に遊んでハワイを満喫すればいいと思うんですけども最終日ですね最終日ホテルからまた空港に行って空港から日本に帰ることになるんですがその時は 僕はタクシーーーを予約しますすチャーリーズですね先ほどのチャーリーズタクシーがハワイからの電話ホテルについてる電話があると思うんですけども僕が予約してる物件には必ず、えー、固定電話がついてるんですが固定電話の方から電話してこれもオペレーターが日本語で,ますかで出ますからいついつに、えー、帰国するので。 何時のタクシーを手配をお願いしますというふうにそこで手配をすると必ず時間通りにタクシーが来てくれますチャーリーズがねでまあそれでホテルから空港まで行ってあとは空港からまあまたチェックインですねで日本語が通じるか不安な方は僕は JAL を予約するのがいいんじゃないかなと思います JAL は日本人職員が最低1人はいますので、えー、どうやっていいか分かんないと この後どこに行って何をすればいいか分かんないっていうのがあるかもしれないので、えー、日本人であれば聞けますからねまあ JAL だったら必ず日本人スタッフがチェックインカウンターにいますので最低1人ねいろいろ聞けばいいんじゃないかなと思いますしまあデルタとか僕は使いますけどデルタでも日本人ではないけども日本語が喋れる方っていうのは必ず1人はいる,いるのでまあまあ別に全くできないわけじゃないですし 必ずお手伝いいしてくれるる人がいるんですねスタッフで、えー、チェックインの仕方が分かんなかったらこうやってやるんですよチェックインの機会っていうのがあるんですけどもそれでやり方が分かんなかったらこうやってこうやってこうやって,こうや,ってやってねっていう,ふうに必要が必ず人にいますのでまあそんなに難しいもんじゃないかなと思いますで空港でチェックインが終わったらその後は、えー、審査検査かな保安検査を抜けて抜けたらもうあとは出発の 搭乗口さえ間違えなければ、搭乗口と時間さえ間違えなければ飛行機に乗れますから、あとは日本に着いたらもう、あとはもう完璧ですね。それ以上はもう説明の必要はないと思いますけれども。という感じで、ハワイ個人旅行っていうのは行っております。まあ、これまで解説した通り、特に難しいことは実はありません。途中で英語を使うとかっていうことも、そんなに えー、といいうか全くないですねチャーリーズタクシーも日本語が通じるし、えー、ホテルの現地担当者も日本語が通じますし、えー、航空券をのカウンターでも日本語が通じる方がいますので要所要所でやっぱり日本語を通じる方がいらっしゃいますのであ入国審査にもいますからね、まあ、英語を使う場面はありませんし僕は英語喋れませんからねまあ何とでもなるのかなと。 思いますうーんまああとはそうですねうーんそのハワイの旅行中の移動とかは全部バスとかになっちゃいますし頼れる人っていうのが管理会社の方だけになっちゃうのでうーんまあなんちゅうかなでもえうんそんなに大変なことないかな <laughs> でもやってみたらね実はそんなに難しいものではないと思いますうんポイントさえしっかり押さえておけばですね うん、なのでまあもしよかったらこの動画を見て、まあ、挑戦してみたいなと思ったら是非挑戦していただければなんというか個人旅行っていうのは自由ですからね全てが日付も全部自分で決められますし帰る時間も自分で決められますし、うん、縛られない旅行ができてよりハワイの自由を満喫できるんじゃないかなと思いますうんまあ今回一緒に説明した解説した内容はですね これが正解だよというつもりはありません。冒頭でお話した通り、えー、僕が普段こうやってやってるよっいうことをお話しただけなので、もしかしたらチャーリーズ・ザクシーよりもっといい会社もあるかもしれないですしね。っていうのも、使、え、い、ー、ス,スケネアよりもっと便利なサイトがあるかもしれないんで、まあ、そういうのは探していただけたらいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、僕は毎年このようにやって、えー、ハワイに滞在をしておりますということで、今回はお話しさせていただきました。まあ、長くなっちゃいましたけども、 まあもしこれの動画を見てまだわかんないところがあるわっていう方がいましたらね、まあ、よかったらコメント方の方をいただいたりですね僕のブログの方から質問とかも受け付けてますから、まあ、そういったことをしていただければお話は聞くことできますので、まあ、よかったらコンタクトくださいということで、まあ、今回の解説は以上にしたいと思います最後までご覧いただきありがとうございました